イスケヤマ君、終わったか。これでようやく落ち着けるな。ニシキ、なんだそれは。爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ、100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな、当然の話か。ニシキ、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても同情会の跡目になる。なあニシキ、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。
言ったろ、キリュウ。俺は10年前、お前を裏切ったあの日から、誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から、信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は、全てを知ってて。ああ、そうだ。俺は負けたくなかったんだよ。俺は、お前に負けたくなかったんだよ、キリュウ。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲がおやっさんやレイナだったっていうのか。そうだ。俺は100億を手に入れ、登場会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何？そんなことして何になるの？そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら、辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの？カズマや、ハルカのように。うるさい！どうしてお前は、俺を認めてくれないんだ！ニシキ。なんだ？俺にはお前の苦しさがわかる。俺は、一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても、10年前に戻ることはできない。もうその運命から逃げることはできない。だから、決着をつけよう。ああ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。